皆さんこんにちは。こちらはヤマハ CA-1000M3 です。発売は1976年、当時の値段は128,000円でした。当時のヤマハの技術を結集して作られたアンプです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。 AQ と BQ の切り替えが可能です。フォの入力に力が入っています。ローノイズの MC ヘッドアンプを搭載していて、 MM 型は入力インピーダンスの切り替えができます。 AQ モードの消費電力は 180W です。割と控えめです。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。 AQ も BQ も定格出力までフラットです。このアンプには音色がありません。加藤応答も問題なしです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。 AQ も BQ も定格出力までしっかり出ています。 AQ はクロスオーバー歪みが少ないから音がいいという噂がありますが、大差ありません。こちらは 1W の実際の波形です。 AQ も BQ もほとんど変化なしです。AQ モードのメリットは見当たりません。歪み以前に整流回路の残留ノイズが目立ちます。これは同じ年代のアンプを重ねた結果です。右肩下がりの領域はノイズです。今回のアンプは散水と大体同じレベルです。この時代のソースはレコードやテープでしたから、これで問題なかったのでしょう。一番下の A2000A は CD が登場してから作られたモデルです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。ノイズが多めですが、110dB 以上あります。問題ない性能です。ダンピングファクターを見ていきます。広域にかけて低下していますが、ほぼカタログスペック通りの性能です。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。回転角の小さいところの誤差が大きいですが、他は 1% 以下に収まっています。十分な性能です。フォのイコライザーの性能を見ていきます。こちらはイコライザーの周波数特性です。わずかに誤差がありますが、十分な性能です。録音出力は低域がドロップしています。デフォルトでサブソニックフィルターが入るようです。ノイズはどうでしょう。
グレーの線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこの線の下なら問題ありませんが、ギリギリです。こちらはフォノイコライザーのノイズ性能のランキングです。矢印が今回のアンプです。他の機種に比べると良いとは言えない性能です。これはフォノイコライザーが悪いわけではなくて、整流回路の残留ノイズが原因です。レコード再生の音色を決定づける静電負荷容量を測ります。だいたい450pF あります。これは MM 型カートリッジの特性がフラットに近くなる数字です。 MC 型に近い音色で再生できるでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。 YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番と3番は今回のアンプの音です。今回は A 級と B 級の音の違いもお聞きいただきます。ヤマハにはヤマハの音があるのか、 A 級は B 級より音がいいのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。このアンプが登場したのは76年ですが、すでに原音再生可能な性能を獲得していました。現代のアンプに比べるとノイズの面で多少落ちますが、周波数特性や歪みの性能は十分です。ダンピングファクターも負荷に左右されない性能です。当時のレコードやテープを十分な高音質で再生できたことでしょう。グリーンのイルミネーションとシャープなエッジを持つ未来的なデザインが特徴的です。70年代当時、このデザインは多くの人を魅了したでしょう。このアンプは趣味のアイテムとして高い魅力を持ったモデルに間違いありません。ご視聴ありがとうございました。